エドスクンタ議事堂外観、エドスクンタは、フィンランド共和国の一員正義会である。なお、正式名称は、スウェーデン語の故障を含めたイタスカンタリクダゲンである。大統領は直接選挙で選出される。首相は議会により選出され、大統領が任命し、エドスクンタと連帯責任を負う。エドスクンタは、首相の提案に基づき、かつ、 エドゥスクンタの各会派から聴取を得た上で大統領により解散され得る。大統領が直接選挙で選ばれることからフィンランドの統治機構は議員内閣制と大統領制の双方の性質を備えていると言えなくもない。しかし現在ではエドゥスクンタ解散権が大統領の選権とされていないなど大統領の権限が抑制されているため フランスのような反大統領制、あるいはそれに伴うコアビタシオンの弊害の可能性がある制度とは言い難く、むしろ議員内閣制としての特質の方が強いと言えよう。選挙権、18歳以上のフィンランド市民が有する。非選挙権、18歳以上のフィンランド市民が有する。ただし、非公権人は、非選挙権を停止される。また、軍人、法務総裁。 議会オンブズマン、最高裁判所裁判官、最高行政裁判所裁判官、検事総長は、その職を辞さなければ、議員となることはできない。憲法において、エドゥスクンタは、立法権を行使し、国家財政を決定すると規定されている。これらの権限をはじめ、人事権や、行政統制においても、エドゥスクンタは、広範な権限を認められている。法律の発案権は、 政府とエドスクンタ議員にある。また、議員は次の3種の同義の提案権を有する。二読解制が採用されている。具体的な手順は次の通り。国会の担当委員会による関連報告書の提出第一読解、担当委員会による関連報告書の提出を受けて議論し、法律案の内容を決定する。審議のためにエドスクンタの拡大委員会に、 法律案を付託することもできる第二読解、第一読解終了から最短で3日後に実施。法律案の採択の可否を図る採択された場合、法律案は大統領に提出され、3ヶ月以内に承認する。ただし大統領は、承認前に最高裁判所、最高行政裁判所から、 法律案に関して意見を聴取することができる大統領が承認を拒否する場合、または3ヶ月以内に承認しない場合、エドスクンタで再審議され、再採択された場合は、法律案は成立する国税、公共料金等の法定国家の債務の引き受け、国債の発行の承認、国家予算の決定国家公務員の賃金の承認国家の財政運用、 国家予算の法令遵守を監視するために会計検査委員をエドゥスクンタ議員から選出フィンランド中央銀行の保証、監督公有財産の売買、譲渡等の決定、エドゥスクンタが内閣に対し要求できるものは次のものがある。20人以上のエドゥスクンタ議員により内閣及び各大臣に対して権限の範囲内の事項に関する 質問書を提出することができる位置の回答等について、あるいは内閣による内政、または国際関係に関する声明について、不信任動議を提出し、信任投票を実施するエドスクンタやその委員会は、事案の審議のために必要ならば、 内閣の権限下にある情報を収集することができる社会保険制度管轄機関理事の任命オンブズマンの任命にエドスクンタ議員から会計検査委員を選出。フィンランド中央銀行理事の選出大統領、大臣に対する弾劾安定期の承認条約、国際的義務に関する法律案の承認、批准欧州連合で決定された。 エドスクンタの権限の範囲内にある法律、協定等に関する提案の審議法律案等の合憲性、国際的な人権条約との関係に関する、声明の発布大臣の公的行為の合法性に関する、調査権憲法の改正、制定、適用制限、廃止に関する法律案の採択には、二通りの手続きがある。通常手続き、まず、 第2読解で賛成多数が得られた場合には、エドスクンタ選挙後の最初の会期まで留保する。ついで、選挙後最初の会期において、担当委員会が関連報告書を提出した後、本会議における第1読解において内容が修正されず、かつ3分の2の賛成で採択された場合は、 憲法関連法律案が成立する緊急手続き、エドスクンタ議員の6分の5の決議があった場合には、緊急の必要を宣言して、第2度国会で直ちに表決を行い、3分の2の賛成で採択された場合は、憲法関連法律案が成立する。ありがとうございます。